ミセスキーでしょはい、ということで、はい、今日ね見ていただきたいと思います。もう3人の豪華ゲスト、3人、私じゃない、2人の私ねえなんだ、2人の豪華ゲストということで、山田太郎さん久しぶりですね。はい、どうもお久しぶりです。よろしくお願いします。トリプルシックス山田太郎です、はい、ね、前回は遠藤豆さんとトリプルシックスの宣伝来てね、あの P を連発それ以来お声がかからなかったんで、あのファイヤーかなと。なんかビースみたいじゃないですか、ファイヤー。あの時ちょうど週刊プロレスの取材があったんですね。そうですね、乗ってましたね。あれすごくあの時乗ってた、運がいい、遠藤豆非常に喜んでます。ということで、しずくさん、はい、ね、もう本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。でも今ちょっと冷静に考えたんですけど、今日山田太郎さんだけがゲストで来てくれたじゃないですか。なんか結婚会見みたいですね。なんか鈴木さん、あ、でもなんかあれですよね、いつもなんか山田太郎さん、鈴木さんなんかいろいろ噂になりませんか。噂ならないですよね。面白いぐらいね、ならない。いや、長代さんも、いや、山田くん、お前に合ってるんじゃないかと、すっごい真剣な顔してこの前おっしゃったんですけど。あ、この間でもマーベラスで上がったんですよね。男子として初マーベラス。あ、そうそう、初マーベラス。あれ、しずくさんと戦ったんですか。そうなんですよ、スリーウェイマッチで。あ、スリーウェイマッチで、はい、で、リングの上でちゃんとバレンタインとこまでね、渡して。あれほど、緊張です。僕、いろんな団体出ていますけど、はい、あれほどアウェー感と緊張感のリングは本当久々でしたね。アウェー感っていいですね。もう控え室にも居場所がないと思って、もう新木場だったんで管理人さんの部屋がもうそこに隠れてました。なんかいつもなんか山田太郎さんいろんなところに団体出てるんで、はい、いつもアウェイじゃないですか、行ってみれば。まあまあそうなんですよね。でもさらにアウェイ感が。いや、そうなんです。やっぱりもうガトーブーブさんとか女子の団体、アイスリボンさんとかと出たことありますけど、今日はやっぱり他にも男子がいてとか、なんで今回完全に男子一人で、もう、あ、そうどうしようっていう。アウェイ感の中のアウェイ感ですね。そうなんですよ。ということで、じゃあタイトルちょっと申し上げましょう。はい、キラキラ太陽プロジェクト 5.21 ですね、 5.21、はい、夢の島文武大会スペシャルということですね。今もうご紹介してしまったんですけど、今更なんですけど、はい、最近ね、新宿兄貴さん、はい、兄貴って言われてるんですよね。兄貴かキュンドルかでね、アンケート取って、はい、兄貴になっちゃいましたけどね。で、ゆいがさんがその当て字をしてくれたんですよね。はい、そうなんですよね。しずく兄貴の2がね、はい、2層の2という、ね、はい、あまさん、そう、まあ、うまいって言ってますもん、さすがに。そうなの、さすがだなと言われてたね。感心してる場合じゃないかな、これね。そう、本人公認兄貴になる、ね、兄貴になっちゃったんですよね。しずく秋さんですから、はい、ね、よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと今日山田さんのね、はい、山田さんのナウということで、はい、あ、うん、いきなり僕から言って、そうそう、山田さんナウ、はい、うん、最近の活動状況はどうでしょう。まあ、そうですね、まあ、去年末、ごめんなさい、話の途中で申し訳ないですけど、そうですね、あ、いつ乾杯するか、乾杯、そんなこと思ってた、そうそうそう、あ、じゃあちょっと、すいません、先にやってもらわないとね、大丈夫ですか、これハブにもありますね、はい、どうぞ、お疲れ様です、私にいっぱい。あ、そう、食べちゃったいっぱい。すいません。はい、美味しい。ね。地ビールってそうですね。地ビール、地ビール。ちょうど去年末にですね、まあ、右膝脱臼してちょっと3ヶ月ぐらい休んでて、まあ、今年の2月に復帰して、まあ、ちょっとずつ、まあ、まだその時はだいぶ痛みもあったんで、
まあ今もゼロではないですけどね、痛みは。あ、どちら側でした？右肘ですね。右腕なんで、もう大変でしたね。お箸が使えないことはこんなに大変なんだっていう。ですよね。あ、じゃあ お箸は左腕？左腕。いやもうその時もスプーンで、あー、スプーン、基本もうスプーンで、もうスプーンもでもここ固めてたんで、肘がこれ以上曲がらないんで、もう。じゃあもう脱臼した時ってその、はい、すぐに入らなかったわけですか？あ、そうですね、もうすぐ救急車で一応病院に運んで、うんうん、たんですけど、うん、まあ人間の力で引っ張って最初入らないってなって、ちょっと麻酔使ってやろう、気がちょっと邪魔しちゃうみたいな、で麻酔使ってやりましょうみたいな感じで、でまあその命にはまってはいたんですけど、まあやっぱりそこからギブスで固定してっていう感じだったんで、どういう感じで外れだったんですか？まあ、最後自分が飛び技をやった時に、はいはい、あの普段の感覚でついたら多分いつもより手の方が先に多分ついちゃったんですよね。その本当にちょっとのズレなんですけど、それでもう完全に体重が乗りすぎちゃって、なるほど、まあ、肘に来ちゃったんですね。肘にですね、もう技バーンってやった瞬間にもう肘が方向を向いちゃって、うわーやっちゃった、うわーってやっちゃったと思いながら。痛みはどうでした？いやもう油汗すごかったですね。もう冷や汗っていうのも、もうでも痛みよりもまず心配したのは、僕その日からその日3連戦、次の日北海道よ、あ、次の週に北海道4連戦とか、ちょうど連戦がバーって入ってる時だったんですよ。やばい、代わりの人とか探さないと、連絡しないとって思って、もう頭いっぱいでしたね。もう、あ、そんなもんだ。その後もいろいろ処理しなきゃいけないですもんね。本当ですよ、もう大変でしたね。もうで、基本的に全治何ヶ月やったんですか？まあ医者からは半年って言われたんですよね。まあまあでも医者のお医者さんの半年なんで、まあ多めに見たらっていう。なんで結果的にどのぐらい休みました？だから2ヶ月半、まあ3ヶ月弱ですかね。半年だけど、その半分で復帰してしまったと。そうですね、もうこれ以上収入が減ったらもう生活が成り立たないと。本当にやるんですよね、レスラーの人大変だと。ご飯が食べれなくなると。もう試合やんないとお金入ってこないですもん、ね、本当ですよ。もう FX でもやってちょっと、もう危ない橋はもっともっとだ、もっともっとお金なくなっちゃいました。最近のコンディションはどうでしょうか？まあそうですね、ぼちぼちで、うん、まああの、まあ、試合数もまあ安定っていうのは、まあ今本当にレフェリーとレスラー両方やりながらっていう不思議な立ち位置ですけども、うんうん、そんな感じでまあ大体月10、うん、まあ10から13とか15試合ぐらいはまあやってる感じですかね。あのあれですか、あの休む前と今と体のそのいわゆる筋肉のつき方とかっていうのはありますか？ああ、でもそうですね、やっぱりその腕外れてから復帰するときにはやっぱりちょっとトレーニング方法を変えて、そのなんていうんですかね、前までやってたトレーニングプラスアルファでやるようにして、ちょっとまあ体を大きくするっていうか、まあ筋肉の質をちょっと変えて、ちょっとでもあのもうこんな悲劇はもう残高が3桁になるのは見たくない。痛みとかじゃないんですか？痛みじゃなくて心の痛み、あ、生活の痛み、生活の痛み、生活の痛みが3桁ってすごいリアリティが、すごいですよね、リアリティが。この本当もうこんなの3桁大学生のなんか最初の頃以来見たんじゃないかぐらいの数値でしたからね、3桁なんて。プレスラーの人たち大変、もう試合もあの痛いし、あの心も痛くなるし、試合がなくなると生活も痛くなるし、ちょっと飲みに行くの減らしてちょっとずつお金貯めてった方がいいんじゃないかってね思い始めてますからね。3桁って数百円ですからね。本当ですよ、もうそうですね、こんな数字、30過ぎた大人がこんなことあるって思いましたもん。今日はあの居酒屋さん行きますんで、お腹いっぱい、あのたくさん飲んで食べてみてもらいます。なんかあの僕の近況、レスラーとしての近況になんかこっちの生活の話で、まあ、庶民派レスラーってことで、そうそうそう、もう大変だということが伝わるので、ね、はい、ということで、しずくさん、はい、はい、しずくさんの今、近況どうでしょう？はい、うん、近況ですね、まあ、山田選手が横にいるから、うん、まあ、この話に関連づけてお話をしたいと思うんですけども、うんうん、まあ、山田選手は先ほどおっしゃったみたいに、はい、マーベラスにあの男子初参戦として歴史に名を刻み、うんうん、そうですね、歴史に名を刻み、はい、歴史的な時代を。でも私あの試合中に実は山田さんと試合をしている時に、うん、実は試合中リングの下から、うん、長代さんがつぶやいた言葉っていうのを
ちょうど聞いてまして、つぶやいた言葉、山田さんにラリアットをガーンやった時に山田さん、うわこいつ男と普通にやっちゃうんだみたいな、こういうふうに言ったんですよ。うわパワーで負けないとか言ってこう言ったんですよね。その日以来、長代さんの中では、しずくは男子としかやらせませんっていう宣言をリング上でしていただいてたので、で、そこからなんですね、今ちょっとその男子と、まあもともと男子と試合はしてましたけれども、うん、まあ、マーベラスやっぱ女子プロの女子対女子、はいはい、まあ長代さんも、一応まあ大仁田さんとかとミックス、タルさんとかとミックスでやってはいらっしゃるものの、やっぱり自分の所属の子には、そうはやらせていなかったと思うんですけれども、はいはい、まあ今完全に私、全部今、山田さんと対戦してから男子としかやってないんですよ。なんかフェイスブック見てると、はい、次々と男子レスラーを、はい、しかもなんか雫さんブッキングしてませんか。そうでもないですけど、まあ、ちょっと一理ありますけど、いや一理あるのかないのか分かんないですけど、うん、だって山田太郎さんは鈴木さんブッキングでしょ。違います。あ、違うんですか。長代さんご指名なんですこれ。あーもうほんとたまたまの、はい、本当ですか、まあ、ちょうど、まあでもほんと僕ちょうどそのオファーもらった時、ちょうど遠征の試合で九州の方いて、最初えって思ったの。俺マーベルスってどうしてだっけって思って、あ、長谷さんから直接。いやいや、長谷さすがに長谷さんから連絡じゃなくて、シグさん通じてだったんですけど、えって思って、やばいこれ東京帰る予定の日だぞ、どうしようって思って大丈夫かな。なるほど。で、たまたまもうたまたまコスチュームが入ってたんで、よかったって思って、いけるって思って。でも山田さんコスチュームいっぱい種類ありますもんね。そうですね、まあ私のお友達たくさんいるんで。あ、そう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 。ね、まあもしね、このね、山田太郎は 3way でね、静岡さんと戦いましたけどね、はい、まだ僕の友達の神楽とかね、佐藤一とか、あと、まあ女子がご指名だったアスカマとかね、まだ私の、ネットワークにいるんで、ぜひね、それで4ヶ月ぐらい引っ張れますよ。なんか一緒に営業してますよ。ちょっとね、なんとなく売り込みを増やさないといけないですね。売り込みとしてね。そうそうそう。なるほど。はい。で、まあそんなね、男子レスラーと戦う雫さんですけども。はい。だからまあ今、ね、バーベラスでは唯一無二の路線をいただけていて、まあ私としては、まあ、いろんな意見もあるし、いろんな周りの思いもあるかもしれないけど、私としては満足しております。でもやっぱり力負けしないっていうね、はい、そういう。そうですね。あ、そう、この前ニコ生にも出てたんですけど、やっぱそこでもやっぱ須山さんに言われたのは、しずく選手って男子と並ぶと男子もでかいよねって言われて、で普通男子と戦うと女子がテクニックで攻めて、男子がパワーでこう攻めてこうしのぎ合うんだけど、しずくさんはパワーで言って男がテクニックでやってるよねって言われて、全く真逆だよねって言われて、背も私よりも低い人たちが多いよねって言われて、そうね、しずくさん大きいですもんね、はい、そうなんですよね、そういうツッコミを入れられましたこの前。いや、なんかね、長代さんの男子専用のね、はい、対戦っていうのは、はい、結構当たりかもしれませんね。そうですね、やっぱさすがとしか言いようがないですよね。長代さんの感性というか、プロレス頭というか、プロデュース力というのは、どういう男子が鈴木さんと戦うんでしょうか。なんかいろいろ出てきそうだな。はい、はい、それではですね、対戦カード見ていきましょう。はい、はい、5月21日ですね、5月の21日、はい、夢の島文部で、新木場駅から徒歩10分ぐらいですかね、はい、ね、まあ、ところですね、そのぐらいですね、はい、夢の島文部で、大会が行われます。キラキラ太陽プロジェクトです。はい、はい、対戦カードですね、第1試合からいきましょうか。はい、はい、イーグルプロレス提供試合、ちょっといいですか、読んでもらって。はい、イーグルプロレス提供試合、大野将司対、ね、はい、タク、タク選手、はい、私これ将司が読めなかった。タカシって読むのか、そう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 、ちょっとね、不安になりました今。すいません、ちょっと急に失礼しました。はい、はい、はいはい、あ、そうですね、この試合なんですけども、はい、大野選手が、はい、まあ実は
福祉施設の社長をやっていらっしゃる方でして、あの今大会の協賛企業様として、あ、なるほど、はい、名乗りを上げてくださいまして、はい、で、まあ、あの昼夜でも試合があるんですけども、うん、その時にたまたま大野選手もいらっしゃるので、うん、協賛してくださるんですし、同じ会場にもいるんだったら、うん、だったら試合もぜひ出ていただきたいというふうにお願いしまして、このようなイーグルプロレス提供試合ということで、うんうん、大野選手に頼みました。なるほど。イーグルプロレスはどこの団体なんですか？あ、そうですね、栃木ですよね。栃木で、私たちマーベラスともマーグルスというコラボ大会を、うん、あの開いたりとかして、大変あの親交のある団体で、私大野選手とも試合してるんですよ。あ、なるほど。あ、シングルやってます。シングルやってこの2人ってどっちもシングルやってるじゃないですか。はい、はい、そうなんです。マーグルスでシングルやって、大野さんとマーグルスでシングルやって、はい、この前のマーベラスでは、そうなんです、タクサとシングルやってるんですよ。最近ですよね、それもね。そうです ね、 最近ですね、この前1周年で、はい、うんうん、まあ、大野選手が、ね、うん、これもまた私ちょっと一つ文句を言いたいのはですね、文句言いたい、大野選手フォールしました。はい、フォールした時に下から私に抱きついてきたんですよ。おで、ちょっとってなったんですよ。はい、誰も噂しないじゃないか大野選手がどうなってんだ本当に。ちょっと鈴木さん、はい、今山田太郎さんのちょっとね、はい、視線を感じましたよ。俺の女に俺の女に大野選手ブログですもんね。鈴木さん、もしかしたらですよ、はい、もしかしたらですよ、はい、みんなね、言いたいけど言えない。そんな状態があるのか。勘違い女ムンムンですよこれ。ねえ、山田さんどうでしょう。全くですね。ねえ、ところでこれ気になるんですけど、はい、この対決って、うん、大野選手って、はい、なんか割と悪いことするじゃないですか、はい、なんかね、はい、こんな普段はあの介護施設の社長さんとかやっていいことやってんのに、はいはい、試合になったらね、あの自分の会社の松葉勢を競技として、ね、持ってくるって斬新な悪いことしてるんですけど、で、はい、タックさんも悪い人じゃないですか。そうですね、あの人もなんか悪いことやってますよね。なんかでも普段よいいお父さんなんですよね。普段いいお父さんなんですけど、リング上だとやっぱね、二人ともなんかやっぱその仕事とかプライベートの鬱憤を晴らす。なるほど。でね、たくさんもなんか唇とか黒く塗ったりして、はい、なんか椅子使ったりとかね、大試合からいけないこの悪役対悪役対決、ダークマッチだ、ダークなマッチで。でもその前にあの、うん、エキシビションマッチがあるので、なるほど、ちょっと見えないかもしれないんですけど、こう私の協賛企業であるポッカポカ整骨院っていうところがありまして、そこのここのちょっと、まあ、あの小さくなってるんですけども、まあ、茂田院長っていう方が昔プロレスラーをされていた関係で、うん、まあ、私の活動に目を留めていただいて協賛を、なるほど、ずっともっと協賛してくださっていて、はい、で、まあ、チャリティーの大会に限り復帰ということで、うん、ポッカリンという自分の会社のマスコットに扮して、はい、本マグルだ、本マグロック選手と着ぐるみですか、はい、ポッカリンは。いやー、コスチュームで、コスチュームのマスクマンでやり、ピンク色のマスクマンでやりますね。まあ、試合というか、あくまでエキシビジョン、そうです、エキシビジョンということで、ザ・本マグロック、はい、本マグロックはね、三浦プロレスの、はい、あの絶対エースですからね、はい、あ、なるほど、なるほど。これじゃ あの一番最初の試合はエキシビションマッチなんですね。そうですね、エキシビションマッチをやってからの第一試合に、第一試合ですね。でエキシビションマッチがポッカリン対ザ・ホンマグロックというものですね、はいはい、で第一試合が、はい、大野翔選手対、はい、タクセクションということですね、はいはい、そして第二試合、第二試合、はい、阿部文則選手対朝日しおり選手、はい、来ましたよ、はい、海援隊道場、はい、うん、朝日選手最近ちょっと骨折されて欠場しましたけど、これには間に合う、あ、はい、あの確認を取って、あの全然間に合うということで、はい、安心しております。もう復帰されたんですか。あ、もうあんまり、でも、まあ、もまだです、まだ多分今月末か来月ぐらいだと思うんですよね。じゃあ今度23日は後楽園は間に合わない、23日は、あ、でも23日の、うん、政宗さんの自主興行はもう欠場になってるんで、うん、多分出られないんじゃないかなと思いますけどね。ね、こう怪我はつきものですからね。いかがさ、このね、あの阿部文則住職、はい、住職出てました、ね、同じ浄土宗の僧侶として、ね、はい、そうね、阿部くんも今試合数多いですからね、はい、かなり多いですね。阿部選手月15、6試合やってるんじゃないですか、うん、もう全日本さんとかもういろんなところでやっぱりもうなんていうんですかね、うん、もういろんな団体が欲してるところですよね。
カバーすれば力も実力もあるし、うん、何やらせてもできるっていうのが、うんうん、で、これ個人的にこの試合すごいみたいな。そう、よかった、くんね。そうそうそう、朝日さんのテクニックで、はい、多分絶対阿部くんはまだ体験したことがないような。なるほどなるほど。で、本当にあの阿部くんのキャラってこう真正面からバンバンバンって言って、それを受け止めてくれる人が多分今多かったんですね、はいはい、バンバンお互いやり合ってもうわーってなるし、それをもうこの朝日さんがこれ受け止めるのは、朝日さんは多分どう、なるほど、こういなしていくか、ね、そうそうなんです、ね、それがもう、ね、うん、確かに確かに。朝日さんとは記者はやったことない。やったことないと思う。やりたいレスラーの一人なんですよ。ですね、ですね。ものすごい技術も高いし、レスラーさんね、はい。そうなんですよ。うん、こうやって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 やるそれ。こうやって。コブラ。楽しみですね。そこまで言っていただけると、これはっきり言って直感で組んだんで、深いこと何も考えないで組んだんですよ。でもすごいいいカードですよ。はい、これ本当、うん、ね、この日しか見れないかもしれないカードですからね。技術とハードヒッターとの戦いですからね。はい、すごい、私個人も楽しみにしています。うん、はい、はい、ということで次行きましょうか。はい、はい、ということで、はい、第3試合、はい、第3試合ですね。はい、はい、ダンパス本選手、はい、そしてライデン選手、ウィズ桜選手ですね、はい、そしてバーサス藤田峰雄選手、ネネ無限大選手と、はい、ね、はい、いうこういったカードが出揃っていきました。すごいカードですね、これも。すごいですね。コンセプトは何なんでしょうね。コンセプト、まあプロレス界の重鎮と、はい、もうまあライデンさんもね、まあ、いろんなところでやってるマスクマンと、で、ね、でそれにウィズでつくヤンキーババアヤンキーババアヤンキーババア、まあそして藤田選手にクーパードナーがね、トリプルシックスのネネちゃんというネネちゃんですね、また現代選手の、複雑すぎますね、この試合は。この試合は、この試合はどういう、いろんな観点、いろんな視点でこの試合見れますよね。そうですね。そうそう、あのダンプさんは、はい、ダンプさんは、はい、彼ももうヒール中のヒールですから、はいはい、ね、その凄みを見せてほしいなと思いますけども、はい、ね、藤田美濃選手、ね、無限大選手、はい、ちょっとあのなんかライデン選手餌食になるかなっていうね。ちょっとそうですね。餌食という意味合いはちょっと違った意味の餌食ですね。どういう餌食なんだか。という感じで、どうなるんでしょうね、本当この試合、ね、もうね、はい、まあ、藤田さんがね、誰をターゲットにするのか、はい、そう、ダンプさんがどっちをターゲットにするのか、ね、はい、するのか、ネネちゃんもね、誰をターゲットにするのか、そして桜選手も誰をターゲットにするのか、そうそう、桜選手も、何、ターゲットっていうのは戦いのターゲットですよね。まあなんか、まあ、まあ広い意味で、広い意味で、ね、これさ、ファンタジーですから、はいはい、ファンタジー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 、はい、ね、というわけで、ね、はい、この戦い、あの、ね、いろんな視点でいろんな楽しみ方ができる試合だと思います。リング上だけが戦いじゃないかもしれないですからね。やっぱダンプ心の戦いもあるかもしれない。そうですね、ダンプ選手がやっぱこんなんプロレスじゃないよと言って、はい、やっぱ前女魂をうわーっと出してくるか、うん、それともあらやだちょっといい男じゃないのよっつって目覚めてしまうか、それで桜選手とどう絡んでいくか、そこもうその2つでしょうね。どっちに転ぶんだっていう。桜選手、あのなんかいつも姉妹持ってるじゃんね、あの人、あの人は、いや、それは違うか、ヌンチャクですか。ヌンチャクか、ヌンチャクか、でも試合では使わないといいですね。ただ他の団体でクレーンユーさんとも組んでいらっしゃるそうなので、まあ、極悪つながりで、もしかしたら何か覚醒するものがあるかもしれないですね。桜選手は悪い人ですもんね。みたいですね。悪い人ですもんね。ヤンキー。ヤンキー、そうそう、悪い人。でも40歳、はい、40歳いる代。40代ですね。あ、そう、40代女子、40代女子ってやつですね。なるほど、なるほど。ですね。はい、ということで、ね、この試合も楽しみ、はい、はい、いろんな意味で楽しみにしてください。はい、はい、じゃあ次のカード行きましょうか。はい、はい、次はセミファイナルになりますか。はい、そうです。あ、来ましたね。これも、もう、うん、どうぞ。渡辺智子対豊田真奈美。はい、もうこれははぁって感じですよ、みんな一度はいって感じですよね。もうこれ最後のシングルマッチになるか、かもしれないですね。そうそう、豊田真奈美選手がもう引退決まってますね。11月3日で、11月なので最後に。あれ、渡辺選手は豊田選手の後輩なんですか。後輩です。ね、後輩なんですよ、ね、1年後輩でしたかね。63年組と元年組。あ、そうだね。確か、2年だったかな、うん、これはでも昔の前女が見れますね、うん、そうですね、うん、それを狙ったんで、ね、私も本当にもうその2人が今もう1回シングルマッチができるっていう、うん、それ、これもう
当時を知ってる人も新しい、ね、お客さんもみんなすごいこれはですね期待できるんじゃないですかね。私リアルタイムともこさんとトヨタさん構想してた時見てたんですよ。おあの反前女軍と前女軍って言って、はいはいはい、前女前面戦争やってた時に私見てたんで、うん、その時は狂乱しながら渡辺ともこをつてましたけど、うん、でもあの時の試合を、うん、多分ジャパングランプリとかでは絶対当たってるカードじゃないですか。ですよね、そうですよね。あの時の試合をもう一度っていう感じで、うん、この間ね、はい、どこかで豊田さん見ましたけどグッドセーブしてました。あのかなり前回の大会でもね、痩せられてセーブしてました。もうあのカウントダウン始まっているので、はい、相当体も絞って、うん、ね、やっぱりトヨタさんやっぱコンディションが、まあ、コンディションいいっていうか、やっぱりそのなんていうんですかね、自分一回シングルマッチやらせていただいたことあるんですけども、いやもうスタミナも含めて技術も含めて、うん、もう、うん、なんていうんですかね、やっぱり向かまあ、ちょうどそのシングルやった時はそのトヨタ山田戦っていうあれだったんですが、はいはい、昔のトヨタさんとあの岩田翔さんのシングルマッチを僕死ぬほど勉強して、うんうんうん、でもトヨタさんもこういう動きできないんじゃないかなと思いながら全部もうパンパンもう、そうですか、やっぱりいやすげえなって思いましたから、本当に、ね、プロですね、うん、本当に、ね、渡辺智子さんもコンディションいいじゃないですか。いいですね、この2人が今シングルやったらどうなるんだろうっていうのは、いやもう名前だけ見て感無量ですよ。これはもう本当に今ちょっと話聞いて気づきましたけど、山田さんも結構女子って多いですよね。まあそうですね、なんだかんだ、まあやっぱタッパが僕そんなでかくないんで、女子としても多分やりやすいサイズではあると思うんですね。なるほどなるほど、結構女子率高いですよね。そうですね、まあ、割とありますね。モテモテやばいですか。モテモテやってくださいよ。あれねこれはね、貯金に比例されたらもう金なのね、愛じゃなくて金なんですね。お金がないとご飯食べれないですからそういえばあの話戻りますが、鈴木さんからバレンタインデーのチョコレートもらって何かお返ししたんですか。ないですまあそうですね、あのね、やっぱりあのね、あのなかなかね、ホワイトデーってあの分かんないじゃないですか。なんか急にあれで分かるんですよ。なんかちょうどその時に、ね、柴山さんとシングルがあったんですよ、マーベラスで。はいはいはい。その時に、うん、あの今日セコンド来たりしないですかみたいな感じがあった時に、いやでもいやなぁ、でもいいわ、セコンド行ってもなぁと思ってたら、今日ホワイトデーですよって、ああそうかね、待って、ああうまい、そんなあったって思ってやっぱり数年間チョコレートがもらってないんで、ホワイトデーとかって存在を忘れますから。だから私の存在忘れたの、それでもあのホワイトデー忘れたのってちゃんと聞きました、ね、なるほど、どう言ってました。ホワイトデー忘れたと、かっこ苦笑みたいな感じで言いました。普段テレビよりも YouTube 見てる方が時間長いです。いやでもね、あれですよ、あのいただいたのを返すると思う、ポイントありますから、ね、あ、ありますね、あかんなくてもいいかな。お金も入れなくてね、出費もありますね。そうあ、いやいや、なるほど、はい、はい、ということで、はい、注目の先輩、かなり注目の注目ファイナルです、ね、これはなかなか希少なカードですね。いや本当これだけのこのカード、ね、だけ見るために来てもいいぐらいじゃないかしれないですね。希少価値も高い、あの時の前場っていう感じですよね、本当に。そして、はい、ダブルメインイベントなんですね。そうなんです、ね、はい、これは1が先です、はい、柴山孝也選手、また太郎選手来ました、はい、そして対戦相手が矢口一郎選手、そして保坂秀樹選手ですね、はい、また大型選手ですね、相手が。そうですね、2人ともベビー級の、ね、矢口選手とは結構対戦経験あるんですけど、あの保坂選手とは多分初めてか、あ、多分初めてなんですかね。でまたこの柴山とのタッグ、柴山田というのも、はい、今回初指導、はい、柴山田、このタッグチームは、はい、愛あるタッグチームなんですか。そうなんですよ。これをね、私が山田さんとこう、いろいろとね、いろいろと噂になれなかった理由がここに集約されてるんですよ。衝撃の写真、衝撃の写真。こうやってなんか山田選手ってうちのお寺に来るとなんかやたら愛を育みたくなるらしくて、いろんなこういう、でもこれね、山田選手はこうね、うん、嬉しそうにやってるんですけども、そう、実は柴山選手もまんざらじゃなく抱きついてるんですよね、山田さんに。でもこれは組むしかないんじゃないかなと。
なるほど。思ってるんですよね。だってもって見てくださいよ。だってもう受け止めて抱きしめてるじゃないですかこれ。見てくださいもう、もうなんか意識いっちゃってて抱きしめてますよこうやって。やはりね。はい。さあ、まあ、タッグチーム必要なのはやっぱこういうね信頼関係。信頼関係。信頼関係ね。こうね、相当親密な信頼関係。相当親密な信頼関係。二人とシングルやっても全然噂にならないのはここにあるんですね、やっぱね。やっぱお互い相手がいるからこういうね。改めて雫さんの、主催者の雫さん来ますけど、非常に四次元的なタッグチームがいっぱいありますよね。あのなんかこの世界三次元ですけど、四次元的ななんか芝山田はストロングスタイルですか。強いですね。強いですね。なんかもう、こう今更言っても違う意味で囚われちゃう。違う意味でストロングだ。正統派のね。どういう正統派のレスリング。やばいやばいやばい。あのこの間の遠藤まめさんがいただけてるんですよ。これにそのうち、ウィズ遠藤まめとかなってきて、いよいよ危ない。危ない。危ないですね。いよいよ危ない。この試合どんな試合になりそうですかね、山田さん。まあでもやっぱり向こうはヘビー級2人ですからね。特に矢口さんのスーパーヘビー級ですから。まあ、まあ多分自分はまあテクニック飛び技でいって、で芝山がパワーで、でまあこれで連携とかでどう牙城を崩せるかっていう、いや向こうは一発一発って大きいですからね。ですよね。ただ一つ噂に聞くところによりますと、まあ、キラプロ、まあ、子供向けの、はい、まあとかファミリー向けの、うん、ところではあると思うんですけども、うん、そんな関係なしに FMW 職を出してくるというそういう噂は来ましたね。だからもしかしたら机をそうですね、鉄線バットももしかしたら持ち込む可能性がなくはないのではという、そういうちょっとデスマッチの様子を呈していきますよ、はい、そしたらうちら酒持ち込んでやるよ。待って、そしたら柴山さん潰れますよ先に。いや、大丈夫だ、だめよ。あの名古屋栄町のバーロックオンタイムの店主なんで。あ、なるほど。はい、ロックオンタイム、ちなみに多分あの芝山が試合じゃないかで営業してますんでね。あ、なるほど。近くの方はぜひ。素晴らしい素晴らしい、宣伝タイムだね。宣伝タイムね。なるほど。まあ言うて僕大仁田さんと試合やった時ほぼ毎回あの机のパイル代は食らってるんで。もうでも対策がね、バッチリ。対策がバッチリ。山田選手は、山田さんはあれですよ、額割ることあんまないんじゃないですか。額割ることはあんまないけど、流血したこと自体、ね、結構肩も数えるほどしかないんじゃないかなと思いますけどね。ですよね。なるほど、うん、じゃあこの試合もしかしたら流血しちゃうかもしれないですね。そうですね、ここの会場を流血して使用禁止とか大丈夫ですかね。あ大丈夫なんですかね。まあ、そこら辺はそういう時はもうね、流血した瞬間にリング下戻ってあのペペペってガムテープだ。ガムテープあって私違うよ、大丈夫よ。私違うよ、大丈夫。なるほど、はい、この試合もですね、まあ、いろんな意味で、いろんな意味でちょっと注目です。4次元的に注目したいと思います。4次元的に注目を、まあ、あの普通の目で見ていただけたら。普通の目で見ていただけたら。でとはいえね、山田選手はね、あの飛び技も得意ですからね、はい、そうそう、飛び技も得意ですから、それもちょっと注目ですね、はい、非常に技術の高い選手ですから、はい、はい、ということで、さあ最後の試合ですね、はい、ダブルメインイベントの2番目、はい、うん、はい、じゃあ私と一緒にしましょうか。はい、はい、雫亜紀選手、そしてナイラ・ローズ選手、はい、でバーサス倉垣翼選手、はい、来ました結賀選手、はい、もうなんか結賀選手の重鎮になってきましたね。そうですね、うん、結構これ女子プロ界のヘビー級というか、そうですパワーファイターがですね、はい、まあ、結賀さんはパワーファイターというちょっとテクニシャン的なところもありますけども、うん、はい、ね、倉垣選手って言ったらもうパワーファイターもいいとこですからね、はい、だって人間に2人担ぎますから、この前3人担ぎました、3人担ぎました、そう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 、3人担ぎ、とんでもない話ですよ、すごい選手です。腕っぷしこ太いですもんね、すごいですね、はい、どんな戦いでしょうか、このね、しずさん、これもそうですね、私実はナイラローズと組んでから、うんうん、ちょっとわあの悪ぶった雫亜紀に去年あたりから変わってきて、本当ターニングポイントにしてくれた選手なんですよね。で、あのネイティブアメリカンの選手で身体能力も半端なくて、うんうん、私よりもでっかいからでスワントンボム飛ぶんですよこの人。おお、はい、でそうやっぱあのパワーも半端ないんですけど、だから技術もすごい持ち合わせてる選手だから結構こうなりました。ナイラと倉垣選手、パワーだけどテクニック、はいはい、で自分と結賀選手パワーもあるけどその格闘系って、そうですね、ここをちょうど分散したなっていうふうに、なるほど、はい、思いますね、はい、やっぱここの、まあ、
これも私のあれですね、その思ってることになってしまうかもしれないんですけども、うん、やっぱ長与さんに対男子でずっと思いっきりぶち当たるプロレスをやらせてもらって、なんか女子だと遠慮が出るっていうふうにずっと言われたので、もうこの5月までにやって、うん、鍛え上げた思いっきりの良さっていうのをこのパワーファイター2人に思いっきりぶつけてみようかなと。でどこか女子とやってて やきもきするもどかしさがあるっていうふうに言われたところを、これでポンと払拭することができたら、長与さんが組んでくださった対男子も正解になるので、はい、なるほど、まあ対男子でやることを批判している人もいるかもしれないけど、その人もまた納得させることもできるし、ある意味自分でかなりハードルを上げた試合だなと思ってます。ちなみに倉垣選手と初対決、初対決なんで、おー初対決、はい、これはでも見どころ満載ですね。そうですね、やっと新型、うん、どの人が絡んでも非常に面白いですね、うん、多分倉垣選手もナイラローズと初めて、ユイガ選手もナイラローズと初めてになるので、うん、結構すごい。そっか、ユイガ選手とその外国人レスラーが絡んでる姿ってあんまり見ない。あ、そうかもしれない、確かに、ね、うん、あんまり見ないですね、うん、これ楽しみですね、うん、うん、いやなんかすごいいいカードはね、目白押しですね、はい、今回のキラキラね、はいはい、ちょっと一つ心配なのはね、はい、あの雫さんが男子とやって、はい、リアット食らうじゃないですか、はい、あの声を潰さないでほしいなと山田太郎選手はあれですね、声潰れてないですね。僕そうですね、大丈夫ですね、うん、まあ何回か危ないことあったんですけど、1ヶ月声出ないとかあったんですけど、どうにか、あの本当あの僕ね、あのカラオケとか行くのすごい好きなんで、声出なくなったら趣味の一つが奪われる、奪われる、奪われる、大変なことですから大変なことです。本当1ヶ月1回本当がっちりラリアットもらって声出なくなった時はもうやばい、これどうしようと思って天竜さん状態になってしまう。本当ですよ、もう、うん、そうそう、しずくさんも素敵な声なんで、はい、あーそれ撮ってくれよなり始めたら大変ですよ、ね、結構ね、私慣れてはいますけど女子の選手も声がガラガラな人いますもんね。あー、いますよね、いますよね、うん、はい、ということで、全部で 1,2,3,4,5,6,7 試合、はい、ね、あのエキシビション入れて7試合ですね、はい、7試合です。結構多いですね、今回ね。そうですね、今回も多い感じになりますね、うん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 、11時半会場、12時開始でしたね、はい、11時45分開始、はい、会場で12時開始、12時開始ですね、はい、はい、もう一度ね申し上げましょう、5月21日日曜日ですね、はい、日曜日、11時45分開場、はい、12時開始ということですね、はいはい、そして、チケットなんですけれども、あ、はい、会場が夢の下文部ということでね、文部スポーツ会館のマルチスタジオです、ね、はい、はいはい、最前列が5000円、はい、自由席4000円、はい、学生障害者1500円と、はい、で中学生以下が無料ということですね、はい、と5人組で来ていただけると漢字割引と、はい、ね、いう1名の無料ですシステムもあります、はい、ということで、お問い合わせ先がこちらでございます。大変に出ると思います。はい、メールと LINE の ID が、ね、はい、ありますので、そちらに石塚さんにいい、はい、チケットを問い合わせてください、はい、ぜひ5月21日、はい、日曜日、はい、会場に足を運んでいただければと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。お待ちしております。はい、というわけで、はい、そろそろお時間でございますが、はいはい、最後にちょっと行く前にこれだけいいですか。はい、じゃあ、せーでお願いします。はい、はい、マンデーファイトナイト、はい、マーベラスの月曜日に、はい、山田選手が記念すべきね、2月大会に出てくださったマンデーファイトナイトの方、こちらがですね、まあ、4月の方終わったんですけど、次回は5月の15日、はい、そして、6月の5日、はい、こちらになります。試合開始は、会場は5時45分、はい、試合開始が6時45分からとなっております。はい、先日マーベラスも2人新人が誕生しまして、うん、とうとうマーベラスインパクト男子部に伊坂レオ選手が男子部に、はい、1人あの第1号として、第1号で、はい、こう誕生しまして、いつ私移籍になるかビクビクしてるんですけど、はい、男子部に男子部にいつ移籍になるのかな、大変ビクビクしておりますけれども、はい、はい、でもマーベラスって本当始まった時には少ししか人数がいなかったと思うんですけれども、うんうん、今こんだけ増えて、うん、やっております。それで、はい、まあちょっと寂しいんですけど、長与さんが、まあ、MC というか、うん、そういうのを 今年からは、はい、やめて、うん、私たち主体でどんどん盛り上がっていこうというふうに、はい、おっしゃっているので、本当これから私たちが盛り上げるという勝負のマーベラスになってくると思うので、ぜひその
私たちを見に来ていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、マーベラスマンデーファイトナイト、はい、ナイトローって言っちゃいそうですけどマンデーファイトナイトです。新木場ファーストリングですね。はい、はい、5月の15日、5月の15日と、はい、6月の5日ですね、はい、この後も続くんですか。はい、どんどん、はい、続いていくので、はい、それはチラシができたらまたよろしくお願いします。あとマーベラスのホームページ、ね、行っていただけると、はい、こういった情報が、ね、手に入ると思います、はい、ありがとうございます。はい、はい、そしてじゃあ最後にそろそろですね終わりなので、はい、ファンの皆さんメッセージをいただいて終わりにしましょう。はい、いやいや、もう山本さんから、そうですね、なんか何も今考えてなかったそっか、だからこちらにはい、まあですね、まあ、あの山太郎ね、まあ僕の友達である神楽とか、はい、まあ飛鳥間さんとかね、はい、ザトウイチとかいろんなところでいろいろ出てますし、うん、まあトリプルシックスも今後大会、まあこれの放送はいつの予定ですかね。これはですね、こっちほら小林くん次第ですね、まあ、まあとりあえずですね、まあ今度4月21日多分それはもう間に合わないか、ね、4月21日は間に合わないですね。はい、じゃあですね、その次、まあ、5月の8日5月の9日に、うん、あの新宿2丁目プロレス、こちらが2丁目プロレスですね、はい、あの新宿御苑前のロストというところで、はい、100人限定興行を、はい、そちらチケットはね、もう多分この放送がある頃にはもうないですね。なるほど、はい、今も残り両大会とも残り5枚ぐらいの状態が入ってまして、そうですね、でその次の6月のトリプルシックスの日程、おそらくまだその時に発表されるんで、今は僕の口から言うわけにはいかないのですが、なるほど、はい、またこれ もうほぼほぼ決まって、はい、6月に、まあ、あのいつも通りに66らしい日の時に、あの新京ファーストリングで大会やりますのでぜひ、はいはい、足を運んでいただけたらなと思います、はいはい、詳しい情報は山太郎ツイッターアカウント、こちらも、こちらも山さんのツイッターアカウントで、はい、アットマーク太郎ちゃん666をぜひ、ね、チェックしてください、はいはい、というわけです。ございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ作詞さん、最後にファンの皆さん、メッセージをお願いします。はい、そうですね、キラキラ太陽プロジェクトも本当に形に本当になってきたと私は思って、うん、本当にもう山田選手だったり、さまざまな主要選手のおかげで本当に形になってきたと思うので、まあ、はい、私の希望なんですけれども、うん、ただやっぱ山田選手もね、以前おっしゃってくださったように、キラキラタイプロジェクトただ試合をやるだけじゃないと、はい、もっとその一歩先のところ、うん、二歩先のところを踏み込まないといけないっていうふうに、ん、あのおっしゃってて、私も本当その通りで、まあ、それをしたくてしたくてしょうがない。だからあのなんて言うんでしょう、あの主要選手だから山田選手、柴山選手、結田選手、桜選手、うん、まあ、阿部選手、うん、まあ、私だったりどんどん参加してくれる選手のちょっとあのその人個人にスポットを当てて、うん、この人はなぜキラプロで子供たちのためにやりたいのか、うん、なんで社会のためにやりたいのかっていう、そういうところを今年はクローズアップしていきたいなと思っています。いいですね。多分個人違うと思うんですよね。はいはいはい、でやっぱキラプロの、も目的、まあ、去年から掲げているのは、もうこれを見た人の明日がどういう形でその人個々人なりに明るくなればいいっていう考え方なので、例えば私がを見た、もうあの雫マジ下手じゃんって言って、いくちほどにもねえよって、評価されるほどでもねえよ、ざまあみろって、かえって変にストレス発散するのも私それありなんですよ、うんうん、それもエンターテイナーの役目なんでありなんですよ。どんな方向でからでもいいんで、私たちに自分を映し出して、うん、それで発散してくれればなんとでもいいので、でもそれにはやっぱキャストが必要、うん、私みたいな人間に自分を映し出す人もいるだろうし、ゆいが選手、さくら選手、山田選手、柴山選手、いろんな人に映し出すキャスティングが必要なので、ちょっとそこら辺をちょっと重要視していきたいので、うん、はい、ぜひ山田選手、なぜ子供のためにやりたいかとか、なぜ社会のために尽くしたいかとか、そういうね、自身の生き様をこう、はい、ぜひ練って練って練りまくって皆さんにお披露目していただけたら、論文にまとめて論文に大丈夫です、あのキラプロは阿部君以外は大卒なので大丈夫です。ちなみにあのあれですよね、やっぱりプロレスラーの生き様が見えるとそうですね、完全にしやすいですね、はい、うんうん、どんなに一見ねマイナスなことに見えても、うん、それを光に変えられるか変えられないかはその人にかかっているので、でもその方法論って案外簡単だったりもするので、うんうん、ぜひ一見マイナスに思うことも皆さん光に変えて、うん、
明るく光に変えて、ね、うん、光に変えて明るく生きていけるようなキラキラ太陽プロジェクトを今年は目指したいと思います。光に変えて、光に変えてちょっとポーズだった光に変えてはい、ということで、はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで最後いきますよ。はい、はい、プロセス機大集合、ありがとうございました。サブミッション。